騒音怪獣ノイズラー。人類が生んだ文明病騒音だが、怪獣の中にはこの騒音が大好きというやつもいる。ノイズラーはジェット機や新幹線、車などが発生させる騒音を吸収してエネルギーにするという性質の持ち主なのだ。だから全ての音を消されるとたちまちおとなしく眠り始めてしまうという一面も持っている。飛行能力を有し、その翼は高層ビルも紙のごとくたやすく切り裂き、目から発する強力な熱線で敵を攻撃する。怪獣タブラ。太古の昔に人を食らうために恐れられていた怪獣がいた。その名をタブラ。タブラはウルトラマンたちの祖先とも伝えられる光の巨人の手によって封印され、一つの山ができた。それが現在の石倉山である。そして現代、タブラは太陽光を浴びたことで復活、再び地上に躍り出た。性質が非常に荒く光線的なのはかつてと同様、鋭い手の爪や長い尻尾を武器に相手を容赦なく叩きのめすのだ。